いつも見かける宅配便のユニフォームを実際に着ることができるなんて、なんかちょっと感激だな。宅配のお兄さんって力持ちなイメージあるし、この制服を着ると俺も力が強くなった気分。体鍛えてるのも活かせるかもしれないし、楽しみ。最初の仕事は配送用のトラックに段ボールを積み込むんだったよね。荷物はどこに？あった。すごい数。これ全部俺たち3人で運ぶの？そっか、普段はこの量を一人でやってるんだ。すごいな。よし、俺も頑張るよ。